はい、どうも、ヒアリスです。どうも、カイヌルスです。今日なんですけども、はい、11月もね、もう末になりまして、はい、そうですね。はい、明日がね、12月ということで、はい、はい。まあ、12月に発売されるスニーカーのうちで、はい、まあ、気になるやつを、ね。あ、そうですね。はい。はい、まあ、前半戦ということで、今回は何日までの分ですか？はい。12月の11日まで。の分を。はい。まとめてね、今回はカレンダー形式でお伝えできたらなと思います。はいはい、このチャンネルではスニーカー、ファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々 Twitter と Instagram の方もやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。3日に1回ぐらい更新してるんで。あ、そうですか。はい。じゃあ、早速なんですけども、ね、まあ、今月のカレンダー前半戦と、はい、いうことなんですけども、まあ、12月の1日からですね、はい、あ、そうですね、はい、フォアテックスと、エアジョーダン1のエレメントですね。はい、あ、そうですね、はい、はい、以前ですね、このカラーのちょっと、まあ、暗めのトーンのね、うん、このエレメントの方が発売されまして、はい、以前リークで、フォアテックスの素材を使ったエアジョーダン1が発売されていたときに、うん、まあ、2パターンあって、もう1個は、少しだけね、カラーが明るいものが出るというのはさせてもらってたんですけど、うん、まあ、それがこれですよね。そうですね。はい。こちらの方がスニーカーズの方で12月1日に来てまして、うん、まあ、以前にも話してるんですけど、コアテックスを使ってるということで、うん、まあ、こういったね、水をかけてもね、その水を弾いてるような、うん、まあ、こういった写真も出てきてると、はい、いうことなんですけど。なるほど。はい、まあ、いい色ですけどね。はい、まあ、これライトボーンっていうカラーですか？そうなんですよ。はい。はいはい、続いてなんですけども、12月の2日ですね、これは、で、話がね、出てから発売まですごい短かったんですけども、はい、そうですね、はい、スワロフスキーと、ナイキエアフォースワンローのコラボですね、はいはい。ブラックとホワイトのタイプが出てきてまして、はい、これ結構値段なんですよね、これね。そうなんですよね。はい、5万5000円ぐらいするんですよね、これね。そうなんです。海外でね、450ドルって見てたんで、うん、まあ、日本でも結構するだろうなと思ってたんですけど、はい、スニーカーズの方で12月の2日に来てまして、うん、まあ、5万5000円。あとこれね、ウィメンズなんですよね、これね。そうなんですよ。はい。で、前にも話してるんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、付属のこのナイキのね、名前の入ってる、まあ、ネジ回しのものが付いてまして、はい、まあ、こういった形でちょっと外せるんですよね。うん、はい、で、僕はこれ、まあ、アイデア、僕のまあ、あくまでのアイデアなんですけど、プッシュの部分だけ残しといた後は外してもかっこいいんじゃないかなと思ったりするんですよ。一部分だけ何か残すじゃないですけど、うん、これ全部覆ってしまうと、確かにちょっとなっていうのはあるんで、はい、そこはちょっとね、まあ、DIY でまあ工夫してもらってって感じかなと思うんですけど、ただ値段の方がね、うん、高いと。はい、あと、まあ、ウィメンズなんですけど。そうです、ね。はい。これ、白とかすごい汚れそうですけどね。ああ、そうですね。ただね、これ結構、海外の方で、まあ、リセールカードが結構ついてましたけどね。あ、そうなんですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、12月の、3日なんですけども、はい、ピースマイナスワンと、はい、ナイキコンドーワンですね。ああ、そうですね。以前からですね、まあ、ピースマイナスワンの、まあ、エアホースのね、コラボで続いてたんですけど、うん、まあ、G ドラゴンさんがやってるピースマイナスワンのナイキのコラボで、うん、まあ、ゴルフシューズを思わせるようなね、スニーカーが発売するんじゃないかとお話しさせてもらってたんですけど、はい、まあ、ようやく発売が来まして、はい、まあ、12月の3日にスニーカーの方に来てるんですけど、これ狙いますこれ。僕ね、これ可愛らしいなと思って、ね、はい。なんか言ってましたよね、はい。はい。僕ちょっとね、まだどうしようかなと思ってるんですけど、はい。はい、で以前にも話してるんですけど、フレンズ&ファミリーで、このホワイト以外に2パターンも他にもありまして、うん、まあ、カラーがね、スウッシュが、左右ちょっとカラーが変わってるものがあるんですけど、うん、まあ、こちらの方がね、フレンズ&ファミリーでこういったものが配られてまして、はい。で、藤原博さんとかもね、2作ぐらい上げてたんですけど、うん、はい。まあ、オールホワイトのタイプで、まあ、ダストカバーがついてるような、まあ、このコンドーワンなんですけど、はい、まあ、これが12月3日の発売ということで、はい、A&S とかでもね、なんか抽選の情報とか来てたと思うんですけど。そうですね。はい。はい、まあ、僕の方が、はい、ピースマイナスワンといえば、エアホースワンの方ね。あ、そうですね。はい。はい、ブラックのタイプを、はい、持ってますので、はい、まあ、もしこちらも変えたらね、はい、まあ、開封の儀数の時に並べて、あ、そうですね。できたらなと思って、ね。はい。まあ、少しだけこれの話するとすると、はい、まあ、90年代にね、僕、ジョージ・コックスのラバーソールとか好きだったんで、うん、なんかそういうの思い出しましたね。スニーカーとそういった、なんですか、ラバーソールがこう融合したような、うん、まあ、デザインかなと思ったりするんですけど、はい。で続いてなんですけども、これ今月の本命ですかね。あ、そうですね、はい。はい。12月の4日なんですけども、アママニエルと、はい、エアジョーダン1ハイオジーですね。そうですね。こちらはね、12月3日に、まあ一応海外の方ではアママニエルの方で11月24日に発売されてるんですけど、うん、それ以外での、まあ、リテイラーでの発売っていうのが、うん、まあ、海外では12月3日で、で、アトモさんの方がね、うん、
12月3日に来てたんですよ、うん、でスニーカーズの方では日本のスニーカーズの方には12月の4日やったんですけど、はい、アトモスさんの、ね、ホームページに言うとやっぱり12月4日に訂正されてました、ね、あ、変わったんです。発売4日に合わせてました。なるほど、はい、おそらくなんですけど前にね近藤アンの発売にずらすんじゃないかみたいな話してたんですけど、うん、なんかそんな感じになってましたよね結局ね、うん、はい、で、アトモスさんの方で抽選が始まるみたいでこんな形で12月の1日から抽選が始まるみたいで、うん、明日からですよね、うん、はい、まあ僕らはちょっとね応募しようかなと思ってるんですけど、でこちらの方が12月4日に僕らねオンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、欲しい一足ですよね。そうですね、あの僕もオンラインチャレンジの方しようかなと思ってますので、はい、実際買えてるかどうか、あ、そうですね、はい、方が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、はい、で続いてなんですけども12月の9日まで一気に飛んじゃうんですけども、はい、ナイキダンクローの、クラックとシルバーですね。あ、そうですね、こちらに関してはまだ日本の発売の情報は来てなくて、うん、ちなみにこれウィメンズなんですよね。ウィメンズなんですよね、はい、でこのね公式写真ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まずねこれホワイトの部分がねメッシュなんですよね。これねなってますよね。はい、で銀の部分がまあ、ヌバックなのか、精度のような、まあ、ちょっとクラックしてるような銀のカラーになってるんですけど、まあ、こういった椅子が来てまして、まあ、これウィメンズなんですよね。はい。はい。まあ、日本での発売の情報というのは来てないんですけど、一応海外では12月の9日ってなってたので、はい、一応今回入れさせてもらってるんですけど。これメンズが欲しいんですけどね。はい、ああ、そうですよね。はい。結構ね、年内、まあ、もう12月じゃないですか、明日から。うんうん、あの発売の予定が21年になっているもので情報来てないので結構あるんですよね。あ、そうですよね。そうなんですよね。はい、またカレンダーね荒れるかもしれない、ね、あ、そうなんですよね。急に来ることもあると思うので、まだその辺はねまずこちらの動画の方でねまた直前でやりたいなと思うので、うん、そうですね、はい、個別の動画の方で、ね、あ、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども12月の10日、はい、ハウズと酒井、ナイキブレザーローのコラボですね。そうなんです、はい、一言だけいいですか、うん、この間書いたチームレッドねまだ届いてないんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。でね、あの、堺の、堺ザストアの方で、うん、まあ、あの、ログインするじゃないですか。うん、発送準備中のままなんですよね。あ、そうなんですか。はい。僕、購入時間が始まってすぐに購入してるんですけど、うん、まだ届かないんですよね。なんなんですかね。いや、わかんないですけど。はい。で、まあ、そんなね、その話をさて置いといて、はい、まあ、12月、堺ザストアの方では、このパープル、このベージュのカラーに関しては12月の9日に発売されるんですよね。はい。はい。で、12月の10日にスニーカーズの方で、まあ今のところね、このパープルダスクのカラーだけね、うん、発売の情報が来てるんですけど、うん、はい。まあベージュのカラーとこのパープルのカラーが発売されるんですけど、はい。僕に以前にも話してるんですけど、今回のこのパープルのカラーの方を、うん、まあ狙おうかなと思ってるんですけどね。なるほど。はい。まだ届いてないチームレッドについて、うん、このパープルダスクの回ではいいなと思ってるんですけど、はい。はい。はい、ついてなんですけども、はい、あの12月の11日ということで、うん、エアージョーダンイレブンのクールグレイですね。そうですね、はい、毎年ね年末にねエアージョーダンイレブン発売されてまして、うん、まあ数が多いんじゃないかって言われてるんですけど、はい、このクールグレイに関しては2010年に発売されて、まあ、復刻という形で、うん、まあ、11年ぶりに発売するんじゃないかっていうリークを去年ぐらいからやってましたよね。確かね、そうですね、はい、でようやくまあ12月11日の発売で来てるんですけど、うん、こちらの方はね、海外でのリークを見るといろんなところ50万足以上100万足ぐらいじゃないかって言われてまして、うん、まあね、まあ例年じゃないですけど、はい、まあ、数がやっぱり多いんじゃないかって言われてるんですよ、うん、狙います。まあ、僕ね、あの、イレブンはね、はい、毎年買ってるんですよ、12月に。確かに買ってますよね。買ってるんですけど、はい、今回どうしようかな、まだちょっと悩んでますね。あ、そうですね。まだもうちょっと時間があるんでね。うん、まあ、考えたらいいんじゃないですかね。そうですね。はい。で、今紹介させてもらったのは全部12月11日までの、うん、このクール、グレーの分までになるんですけど、はい、それ以外に、まあ一応今後発売されるんじゃないかって言われてるね。まあ、12月中に発売されるんじゃないかって言われてるものがあるんですけど、うん、これがもしかしたら、この前半戦じゃなくて後半戦になるかもしれないんですけど、うん、ちょっと軽く説明させてもらいたいんですけど、はい。はい。まず一足目なんですけども、はい、ユニオンとエアジョーダン2のハイカットの分ですね。そうですね。はい。はい、2色で、グレーのカラーとラッタンと言われるカラーがあるんですけど、うん、こちらが以前にも出してるんですけど、集団の横にタグがついてまして、ホリデーシーズンの21っていうね、示唆するような、うん、発売の、ね、時期を示唆するようなタグがついてるんですけど、うん、これ本日の、海外のスニーカーニュースっていうサイトに書いてたんですけど、うん、物流の問題がちゃんと整理されたら、うん、今年の可能性もあるっていうふうに書いてましたけどね。ああ、そうなんだ。はい、でもやっぱりね、結構延期が来てるので、うん、まあちょっと難しいのかなと思うんですけど、もともと何もなかったら、2021年中にこれ発売してたかもしれないんですけど、はい、まあちょっと期待の意味も込めて、一応紹介させてもらったんですけど、はい、ちなみに僕はこのオレンジっぽいカラーの方がちょっと欲しいなと思ってますね。うんうん、はい。で、これ以外に、はい、
藤原宏さんがやってるフラグメントと、うん、ナイキダングハイのコラボのロンドンであるじゃないですか。はい。はい。まあ、セックスピストルズのファーストのね、アルバムのアートワークを落とし込んでるようなカラーで、うん、まあ、2010年に発売されてるもので、復刻するんじゃないかっていう話を以前やらせてもらってまして、はい。で、バンダイとね、うん、ナイキのコラボの、まあ、ミニチュアダングコレクションっていうもので、まあ、シークレットはこれやったんですけど、ね、これがね、12月に発売されるんじゃないかって言われてるんですけど、うん、なかなか情報が更新されないんですよ、ね。何も出てきてないです。はい。ほんまに発売されるのかなってちょっと思ったりするんですけど、うん、この間のね、バンダイでの発売されたやつがそうやって言われたらそうなんかなってなって、それで終わりやそれで終わりっていうねならないと思う。まあもちろん延期のね可能性もあるかもしれないんですけど、はい、まあ、これも楽しみですよね。楽しみですね。はい、はい、その他アクロニウムと、はい、ナイキブレザーローンもね控えてる。そうなんです。これもね2021年に言われてるんですけど、最新のリークではやっぱり2022年になるんじゃないかって言われてるんですよね。あ、見るかもしれないです。はい、この部分に面白いちょっとこのプラスチックのね、うん、まあちょっとアクセサリーじゃないですけど、うん、ついてるようなもので2色着てるんですけど、僕ねこれどちらか欲しいんですよね。なんかね、はい、変わったデザインですよね。あのカッターで切り刻んだような。そうなんですよ。はい、このホワイトのモデルは僕が好きな、ストリートファッション撮ってるフォトグラファーでアダム・カツ・シンニングっているんですけど、はい、まあ、彼が撮った写真がねこの履いてた写真やったんで、余計ちょっと欲しいなと思ったんですけ ど、 なるほど、まあ、これがねちょっと年内出てほしいんですけど、まあ難しいかなと思うんですけどね、うん、はい。あの今回ね、はい、紹介させていただいたんですけども、どれがやっぱり本命ですか？まあやっぱりね、12月4日の、うん、アマーニエールのコラボです。あ、やっぱりそうなります。はい、そうなんです。あれこれ欲しいですね。欲しいですね。はい、はい、あの皆さんも、はい、あの今回あの狙っているあのスニーカーありますから ね、 そうですね、あのコメント欄の方に書いていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、あの、それではね、僕らあの、12月の4日に、はい、あの、報告、報告で報告できたのかどうか。そうですね。書いてですね。そうですね。はい。はい、あの、結果の方が気になる方は、チャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フェアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry but it's evident you're on your phone 24/7, no reply when I ticked at 10 past 11, and I swear you only tell me what I wanna hear, the real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here, honestly right now I don't really see no love in here, but I saw something in you, something in us, but I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing, vision